日食月食とユダヤ祭礼日が重なる天の印についてです。その話先ほど先生も少ししてくださいましたね、2014年の4月から2015年9月に4回目の天の印が現れます。この間に日月食が6回も重なるとのこと、ソロモン第三神殿建設を皮切りにどでかい花火を打ち上げることが予想されておりますが、一体何が起きるのでしょうか。飛鳥先生の見解をよろしくお願いします。だから どでかい花火がプラズマだよ。もうなんかその印というかテストが行われたという、もう打ち込む時のもうマーキング終わってますからね。あとはいつ打ち込むかでしょう。おそらくその前にまずハープが使われるかもしれないね。ハープで1回1秒間2万回揺さぶっといてからでドーンですからね。だから 3.1 と同じ方法使われるでしょう。先ほどこの番組が始まって、最初の方で先生そのお話をなさった時に東京の方でもっていう、見ました。同じに上からスーッといて止まりましたからね。何か所か止まるんですか。何か所か止まりました。あ、これやる気でいるなと思いましたね。東京直下もいつでやるでしょう。あ、そうですか。アメリカとって一番利益になる時になるんですよ。どうせ地震は起こる、どうせ人は何万と死ぬ、だったらアメリカにとって都合のいい時に死んでくれたらいいってことです。どうせ起こることだから。だからあいつらね、良心の価値が一切ありません。一切ないです。どうせ死ぬんだからアメリカにとって都合のいい時にやる。これ合理主義が極まっていくとそうなっちゃうんです。それぐらいの気持ちです。 1% の支配層が 99% を支配してる。だからそれに気づいたアメリカ人たちは一生懸命こうね、反対運動やってましたよね。あれだから偶然じゃないですよ。もっと言うと、別の話になっちゃいますけどね、なんでしょうか、いわゆる新しい富裕層、税金アメリカにも納めませんから、要は税金を納めなくてもいい島とかにプールするんですよ。すごいやり方ですね。合法的脱税なんですよ。へでもないですよ。だからもう彼らにとっては国はもうないんです。国境線がもうなくなって、もうまず世界統一政府ができてると同じなんですよ。着々ともう進んでる感じがしますね。ええ、もうだからそういう大きな企業、もう有名な企業いっぱいありますよ。もう日本でも言えばもう本当にっていうぐらいの企業いっぱいありますから。なんか遠のきますね、お店からこう足が、ええ、で彼らは税金を一切納めない。もう国に